あなたはもううちの配信のあの、あれになれるよ。マジシャンになれる。なんだよ。もしもし。なんでだよ。ちょっと、あ、もうすぐ終わるんで、すぐ終わるんで。うん。あげけんさん、横向いてください、横。横、どっちでもいいの？どっちでもいいです、ほんとに。はい。ナポレオンフィッシュやないかい。殺すぞ、てめえ、おい。ぶち殺す。なんだナポレオンフィッシュってなんだナポレオンフィッシュってなんだしくぐってみよう。ナポレオンフィッシュって何？ナポレオンフィッシュ。なんだナポレオンフィッシュって聞いたことない。コブダイ鳴らしてるけど、ナポレオンフィッシュ。なんだお前、メガネ持ち脳っていうの出てきたんだお前。海の英雄ナポレオンフィッシュに会いに行こうって、お前ナポレオンフィッシュってこれやんけ、お前ふざけんなよ。誰がこれに似とんねん。俺の顔これに似てるらしいぞ。誰がナポレオンフィッシュじゃお前。もうちょいお前似てるじゃないの、めちゃくちゃ似てるじゃないの、本当に。俺今からなんか受けなんかネタに困った時、どうもナポレオンフィッシュですって言おう。こんばんは。はい、もしもし。すいません、はい。こんばんは。YouTube で、はい。マジシャンのポツ、はい。あるじゃないですか。人気コンテンツですね、私の配信で、はい。それで僕もちょっと披露したくて電話かけたんですけど。お、もしかして、3人目の来ちゃいます？いいっすよ。もしよかったらなんですけど、はいはいはい、いいですかね。全然いいですよ、はい。カメラ映ってます？あ、カメラつけます。はい。はい、どうぞ。じゃあすいません、マジックするんですけど。はい、まあ。マジシャンの片割れとしてね。はい。そのトランプっていうこういうのあるじゃないですか。はい、ありますね、はいはいはい。まあ、こういうのを作る過程を見ていただきたいなと思って。作る過程、ほう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 。こういう台紙を用意したんですよ。台紙、はい。これがトランプの箱になる台紙ですね、はい、はいはいはい、箱になる、ああなるほど。それを組み立てて、これ今真っ白なんですけど、はい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 、これを印刷してトランプってできてるんですよ。へえ。だからまず印刷をしていきたいと思います。今ここでこれを指を鳴らすと、うんうん、おおおすげえ、箱の色が印刷されるんです。おおすげえ、はい。で今中には何もない状態、うん、中に何もないですね、はい。で、この印刷された箱を組み立てていくんですよ。はい、すげえ組み立てた箱、うん、箱だけで、指を鳴らすと、いや、そ、はすげえ、中から紛れもなくトランプが出てくるっていう。なんで、はい、トランプ工場、ね、トランプ工場ってそうやってトランプ作ってるんですか。はい、トランプ工場ってそうやってトランプ作ってるんですか。あ、そうなんですよ、トランプ工場ってこうやって作ってるんですよ。そうなん、初めて知った。社会科見学でしたね、今のはね。ちょっとなんか、うん、顔はもう映さなくて大丈夫ですからね、うん、あ、すいません、顔は、でもそちらのタイミングで長くなったら、いや、はい、ぐだるんで、この小ネタで終わらせていただきたいと思います。おー、ありがとうございました。はい、すいません、あ、じゃあ切っていいですよ。多分インカメに戻さないと切れないんで、はい。ちょっとインカメに戻さないですよ。戻さないですよ。はい、いや、インカメ、あ、もうごめん、俺の方も切れないから、ちょっとインカメに戻さないと多分切れないから。多分インカメに戻さないと切れないから。うん、ちょっとインカメにはちょっと戻せないです。あ、インカメに戻す。いや、でもさっきできたから今回もできるかなと思ったよ。あ、ちょっとダメです。ちょっと今回もできるかなと思った。ちょっと顔バレだけは NG。だから了解です、了解です。ありがとうございました。すいません、失礼します。あのね、顔バレ NG？ お前、俺に2回顔バレしてっからな。マジで、アホだな、こいつ。こいつ、カメラいいですかって言った瞬間に自分の顔ドアップで映ってっからね、今のやつ。もうちょい注意した方がいい、そういうの。うん。すぐバレるぜ、もう。ありがとうございました。いや、いい凸だったね。お、もしもし。ラストトツいい。いいっすよ。でもさっきのマジックやってたから、うん。ちょ、負けてらんねえなと思って。おぉ。ちょっと。負けてらんねえなぁ、ちょっと俺。やります？ちょっと待ってね。そういうとこなんだよな。そういうとこなんだよな。ちょっとラストだから。水中にいなくて大丈夫。ナポレオンフィッシュじゃねえ。ちょっとラストトツって。はい。
はい、楽しみですね。あ、画質、はい、画質戻ってきた、画質戻ってきた。あ、じゃあ、はい。じゃあちょっと、ラストなんで、はい、じゃあもう、ちゃちゃっと終わらせましょう。あ、了解、お願いします。あー、出してくんで、はい、ストップで、はい、いつも通り。ストップ、じゃあ、これをね、覚えてください。いや、完全にランダム。はい、覚えました。覚えました、はい、じゃあ、これ、中に入れますね、はい、ちゃんと、はいはい。入れました、はい。はい、ちゃんとこんな感じで中に入れます。はい、入ってます。OK ですか？はい、OK です。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あー、できるかな、これ。すごい難しいマジックなんですよ。はい。じゃあちょっとやっていくんですけど、はい、一瞬なんで、はい、一瞬なんで、一瞬、はい、一瞬でいきます。なになになに、なんすかなんすか、わかりました今。何が、いやーちょっとこれ難しいんで、失敗した、もしかして、すいません、失敗してもらった、失敗しました。あー、すごすげーけど、すいません、すごいけど、本当にすいません、どっから飛んできたか分かんなかったから。あ、本当ですか、うん、いやすごい、ちょっとバレちゃったかなと思ったんですけど、軽くすごいと思うけど、え、嘘、すごいと思うよ、でも今めっちゃ多分バレバレだと思うんです。じゃあ今度またちょっと出直して、了解です。すいません、修行を重ねて、それじゃあ、はい、すいません、はい、はい、ありがとうございました、はい、え、分かんないんだけど、何が何が、何が失敗したい今、どういうこと、わかんない、もう あれさえも俺マジックかと思った、後ろにスーっていなくなって、そのままあれあれマジシャンの人消えちゃったってなると思ったんだけど、そういうやつじゃなかった、俺そういう風にあの俺突っ込もうと思ってたんだけど、そのままもうスーって後ろにいなくなってくれた方がね、ちょっと面白かったんだけどね。水質悪すぎて気づかんかった。水質じゃねえよ、画質だわ。むずいよ。ひそかお願いします。じゃあひそかが、ゴンに発情するときの声まであります。ゴン、ゴン。今すぐ食べたい。でもまだダメ。もっと熟してから。バラバラに。壊したい。アップルデュースの真似していいよ。僕があのアップルデュースを飲んでた時、お尻からちょこ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 出て、それを弟にバレて、それをおばあちゃんが大笑いしました。うーん、もしもしゲーミングス。え、もしもし、聞こえます、聞こえますよ。あの自分の、はい、あの回線が悪くて、はい、あのなんかフォートナイトのピングがあるじゃないですか。あ、ごめん、回線が悪い、なんだって。フォートナイトのピングがあるじゃないですか。フォートナイトのピング、はい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 。あの、それでもうだと、あ、ごめん、回線が悪い、なんだって。回線が悪くて。あ、回線が悪くて、はいはいはい。で、自分、なんて言ったらいいの、あのピングが安定するときは、うん、なんか、その20の それで、はい、その回線のなんかピング、はいはいはい、が安定するときは25から60で、うん、で、悪いと400から1000。え、ごめん、あのピング、え、全然、あの回線が悪くて、なんて言ってるか本当にわかんない。回線が悪くて、うん、で安定するときは29から60ぐらいで、うん、で悪いと、うん、400から11001100、うん、でなんか夜中になると、うん、なぜかなんかなんていうの、25からまあそれ以下、うんうん、それって自分の住んでる場所が悪いのか、そのWi-Fi が悪いのか、どっちなんですか。よし、じゃあ君に今から一言、あの全部の全ての回線が良くなる、まあ呪文かけるよ。はい。業者に聞けバカ。もう頭の回線が悪い、もう頭の回線が悪すぎる。はい。どうしました？フォートナイトのアカウントが乗っ取られちゃったんですよ。はい。それで、はい、
皆さんにフレンドを消してもらっているんで。はい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 、はい。あの、いや、普通にちょっと真面目な話で。うん。ちょ、ほんとにアカウント乗っ取られちゃって。うん。新しいアカウントにしたんで。うん。普通に前のやつは消していてもらって。うん。いや、多分前のやつもフレンドになってないから大丈夫です。あ、